ポップたちとハドラー親衛騎団との激闘が始まった。一方のバーンパレスでは、ダイをラリホーまで眠らせたバランがその身を再びリューマ人へと変える。我が子の危機に力を爆発させたバランはハドラーに猛然と襲いかかる。大魔王バーンは玉座からその戦況を冷徹に見つめていた。ドラゴンクエスト大の大冒険黒のコア、大冒険は続く。